暑いですね、今日も。やりやーん。ピース。白くありますので、ちょっとね、歩く練習をしてみました。ここから、岩の近くまで。では、行きまーす。おー、かわいい。行きまーす。すごいでしょ。そして合図とともに岩に飛び込む。あまり飛び込む体勢。うわ、水かかってきそうやな。じゃあこのね、かけて足熱いし。用意した笛の合図に合わせて思い切って飛び込んでもらいましょう。ね、濡れていいよ。熱いね今。はい、タイミングよく飛び込むことができました。かわいいなこれ。足か。時間をかけた割には。今日ゆらさんといて、はい、じっとしてた。パチパチしてね、はい、それではちょっとしたジャンプを、得意なダイビングをご披露しましたところで、続いての仕事はこれはもうどこの足かショーでも定番となっております。ワハコリとワナギをご覧いただきたいと思います。ではまずプールに端っこの輪を投げて運んでいきます。はい、いってらっしゃい。それ今めちゃくちゃバラバラ見る。いきますよ。おお、早いな。早いな。水の抵抗を利用しながら外さないよ。戻ってまいります。早いやん、ショーより上手やん。はい、かわいい、賢い。めっちゃ言うこと聞くし、ショーより言うこと聞くし。次に輪投げに変わるんですが、はい、これも遠くから投げてみたいと思います。全部ね、受けることができるでしょうか。じゃあ再びこの場所から投げてみたいと思います。それではまず1個目、めっちゃ眩しい。それ、はい、ナイスキャッチです。で残りはね、リズムよく次から次へ投げていきます。おお、よいしょ、すごい、はい、おお、飛行機雲がすごい綺麗。飛行機雲が、明日雨やな。それでは輪運びと輪投げを続けてご覧いただきました。ところで今回も絶好調の日向は、で次はアシカにとって難しい色分けに挑戦したいと思います。色ってチャークより賢いやん。なぜ色分けが難しいのかと申しますと、実はアシカはね、色の識別が全くできない動物なんですね。へえ。見るもの全てが白黒で見えていると言われておりますが、でもうちのベテランひなたの場合、その辺がちょっとだけ違いまして、たったの2色なんですが自分で色分けができるようになりましたので、へえ、どうしてたの。早速ご覧いただきたいと思います。じっとしてよ。しょ、気づいている方もお見えになるかと思うんですが、痛い、もういいやん。ここまで全部合図で動かしていくんですね。足触らんといて。まずは指の合図。ちょっと足を持って、ね、あんた出し方によって、色々と種目が変わるんですね。あ、もう揺れてるから。そして手の動きの合図、立つ場所。チャーク何してんの。手の声の合図、4つの合図をうまく合わせながら進めてまいりましたが、しかし色分けだけはそれらの合図を全部出しません。シュートが終わるまで身動き取らず、どこ行っちゃった。じゃあ本当にお届けできるか、ご覧いただきたいと思います。じゃあボールに仕掛けがあるんじゃないかという声も聞こえてくるんですが、はい、色違うだけ大きさ重さほとんど同じとなっております。でほら、父さん、父さん、ここ色分けできるかご覧いただきたいと思います。あ、ボール、おー、賢いやん。チャー君より賢いやん。お、チャー君わかる、これ色赤やで、赤。はい、お見事、ナイスシュートです。かわいいですね。前向いて手を上げますよ。はい、ちなみにこの手を上げますと完璧主に変わるんですね。このように合図で動いてる。かわいいな。フルの方でもちゃんとドリブルして余裕なところ。たちゃん、父さん、最近お手でしゃぶります。最後となりまして、